ホガット米はアメリカ海軍の護衛空母。カサブランカ級航空母艦の21番艦。ホガット米は合衆国海事委員会の契約ゲワシントン州バンクーバーのカイザー造船所で建造され、1943年12月4日にビクター・サンドリック夫人によって浸水する。1944年1月11日にオレゴン州アストリアで海軍に引き渡され、 同日 WV サウンダース艦長の指揮下収益する。カリフォルニア沖での完熟訓練の後、ホガットベイは3月10日から25日にかけて、真珠湾への航空機と海軍要員の輸送任務に就いた。任務からの帰りには、対戦攻撃訓練を行った。5月1日、ホガットベイは真珠湾を経て、マジュロに向かった。ところで、大西洋の戦いにおける、 護衛空母と駆逐艦の組み合わせによる対戦相当部隊の威力は U ボートに対して効果が高いことが立証されていた。そしてこれを今度は太平洋で日本海軍の潜水艦に対してやってみることとなった。ホガット米特逐艦、護衛駆逐艦で構成された対戦相当部隊は5月26日から6月19日までアドミラルティ諸島近海で行動した。 ホガットベーラの行動海域ではすでに、護衛駆逐艦イングランドがヘッジホックを使って5月13日に、16を撃沈したのを手始めに、5月22日に、両106、5月23日に、両104、5月24日に、両116、そして5月26日に、両108を立て続けに撃沈して、賞賛を浴びていた。しかし、弾薬がを突きかけていたので両艦の常時、 ラビーと共にマヌス島に一旦帰島することとなった。その代わりにホガットベイの部隊が紹介を行ったのである。また弾薬を補給したラビーとジョージ、イングランドもこの部隊に加わった。5月30日0144ホガットベイの護衛役である駆逐艦ヘーゼルウッドが15000ヤード先にレーダーで目標を探知した。これは旅百語であった。0153 両百合が先行した後、ヘーゼルウッドは、両百合をその後安置し、爆雷攻撃を行う。0435には、ラビーとジョージが、ヘッジホック攻撃を行い、ジョージが3発を命中させたと判断したが、両百合を撃沈できなかった。イングランドは、戦火の独り占めは良くないと事実上の攻撃を、控えているようにとの命令が出されていたが、両艦の不甲斐なさに、 イングランドへの禁令は解かれた。31日05-0で、スパングラーとイングランドが現場海域に到着。スパングラーが、両105ソナー探知して、ヘッジホック攻撃を行ったが、すべて外れた。0729、イングランドは、両105ソナー探知し、ヘッジホック24発を投下。投下後、複数の水中爆発音を聴取し、両105を撃沈した。両百号は、 イングランドが撃沈した6隻目の潜水艦であった。紹介期間の後半では、6月11日にホガット、米の航空機は油隊を発見。これに対して、駆逐艦テーラーが油隊周辺に急行して爆雷攻撃を行い、たまらず浮上してきた両111を砲撃で破壊してから、止めの爆雷を発射して撃沈した。一連の対戦相当は、 マリアナ諸島への進撃に対する海中からの不意の攻撃を防ぐこととなった。ホガット米の対戦相当部隊はエニウェト区間省に短期間停泊した後、7月5日から8月9日までマリアナ諸島海域で行動し、期間終了後はマヌス島に帰島した。この期間中の7月18日、ホガット米のレーダーが 19km 離れた位置で、 浮上中の潜水艦を探知。ホガット米からの命を受けて、護衛駆逐艦ワイマン、レーノルズが確認のために現場海域に向かう。19日0024に2隻は到着。ワイマンは3000メートルの距離で探知していた潜水艦を見失う。これは相手が先行したことを意味していた。それから間もなく、ワイマンのソナーが1400メートルの距離で潜水艦を探知する。 0051、ワイマンはヘッジホックを投下。その後再探知したため、再度ヘッジホックを投下した。0125、3回目のヘッジホックを投下。0130、海中で5回の小爆発が、ワイマンの艦隊を揺さぶった。続いて、海中で1回の大きな爆発音を聴取。その後、ワイマンはソナーを使用したが、潜水艦を探知することはなかった。 この潜水艦は囲碁であった。マリアナ諸島を支柱にしたアメリカ軍の次の目標はパラオであり、ペリリュー島は航空基地の候補地であった。9月1日、ホガット米の対戦相当部隊は出撃し、2ヶ月間マリアナ諸島の南方と西方で対戦紹介を行った。10月3日未明、ホガット米のレーダーは遠距離に目標を探知。 護衛駆逐艦サミュエル S マイルズが目標に向かっていき、ソナーで水中の目標を探知した後、ヘッジホックで目標を撃沈した。この目標は E177 であった。また、本職の大戦相当以外では、台湾を気候空戦で大破して、ウルシー干渉に下がる、途中の軽巡洋艦ヒューストンの援護を行った。ホガット米は10月28日にウルシーに帰島した。 11月10日、ホガット米はフィリピンの戦いで航空支援を行うため出撃。ついで本湾ンンで次の上陸作戦に備えた訓練に参加した後、12月20日にマヌス島に帰島した。数日後、ホガット米はリンガエン湾を目指す大艦隊に加わって出撃。大艦隊が通過したフィリピン水域は、神風特別攻撃隊が絶え間なく飛来していて、 危険であり、1945年1月4日には、オマニーベイが特攻攻撃により沈没した。1月6日にリンガエンワンに到着したホガットベイは、引き続いて襲ってくる特攻機の合間を縫って、航空機によって日本軍拠点を破壊していった。戦いが一段落ついた後、ホガットベイは1月17日にウルシーに到着し、ついでサンディエゴに向かった。 2月15日、ホガット米はサンディエゴに到着した。4月6日、修理を終えたホガット米は4月1日から開始された沖縄戦の戦場に向かい、新珠アンドウルシーを経由して5月8日に沖縄沖の海域に到着した。ホガット米は沖縄島南方からの航空支援任務につき、5月24日から6月8日までの間、攻撃支援。 写真偵察及び物資の投下を行った。ホガット米は6月27日にレーテ湾に到着した後、7月28日に遠く、アラスカのアダック島に向けて出港した。しかし、その途中の8月15日に戦争が終わり、ホガット米は8月18日に大港に進路を向けた。9月に入って、アメリカ軍は北海道と東北地方に進駐。 ホガットベイの航空機は空からの偵察により多数の捕虜収容所を発見。これら収容所に入れられていた捕虜の中には1941年12月のウェイク島の戦いで捕虜となったジェームズ・デベル海兵少佐もおり、彼らは無事解放された。ホガットベイは青森真中に立ち会った後、9月27日に東京湾に到着した。 ホガット米は9月30日に東京湾を出港し、マジックカーペット艦隊の一艦として、関兵輸送任務に従事した後、ボストンで1946年7月20日に退役する。大西洋予備役艦隊で保管された後、1955年6月12日に、K、K-75 に艦種変更され、1959年5月7日には、 ナ府 -25 へ再変更された。ホガット米は1960年3月31日にスクラップとして売却された。ホガット米は第二次世界大戦の先行での5つの従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。